お待たせしました。それでは始まります、あやけんラジオ。さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ではこれから、あやけんラジオの方を始めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。菊池さんにですね、今回は特別ゲストとして来ていただきました。はい、はいはい、あの菊池さんはですね、本当にあのもう、幼い頃からあの、はい、ピアノを弾いておられたって4歳の頃からですよね。そうですね、弾いておられまして、はいはいはい、そこからもう数々の大学時代にも国際のコンクールにも、はいはい、あの入賞されたりだとか、はい、あの受賞されまして、はい、近年ではテレビや映画、音楽、アニメ、音楽やゲーム、そして東京オリンピックの CM なども、そうですね、はい、はい、楽曲あの制作をされたりだとかされております。はい、また YouTube でもですね、はい、あのもうチャンネル登録者数もあの58万人以上というふうな形で、はい、本当にあの僕もですね、あの菊池さん の, あのストリートライブの YouTube などを見させていただいておりまして、かなりあの今回特別にあのしていただくんですよね、渡辺千恵先生。そうなんです。なんか菊池さんの中にも、まあ、今回私たちのこんな急なお願いに答えていただいてどうしてかなって思ったんですけど、なんか思いがあるみたいなんですが、ちょっと菊池さんに伺ってもいいですか、最初。はい、そうですね、あのあまりこう、そうですね、あの公の場で話したことはないんですけど、まあ、実はその自分の母も、まあ、ずっとそうですね、僕が中学生の時からちょっとあの乳がんを患って、でそれで闘病してきたという経緯があったので、それでやっぱりその、まあ、もう20年くらいになるんですけど、やっぱりそういうあのなんだろう、まあ、多感な時期にやっぱりそういうその家族としてその横で見てきた人間として、なんかそのやっぱりこういう場でもし何かの役に立てればいいかなというふうにちょっと思って、ちょっとね、あのお引き受けさせていただいた次第でございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんな中でですね、今回あの申し遅れましたけれども、今回のあのあやけんラジオをですね、あの MC を務めてさせていただきます、ガンノート代表理事の岸田と渡辺と申します。今回、学術集会の大会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そうですね、僕も副大会長やってます。はい、ありがとうございます。ちょっと初めてのことなので、ちょっとなかなかあれかもしれませんけれども、はい、それでは、そうですね、はい、それではですね、まずあの初めになんですけれども、今回 の, あの目的というか、このあのことをさせていただいているその概要だったりだとか、皆さんに、あや世代って何と言ったところをですね、渡辺千恵先生からちょっとご紹介いただきたいなと思っております。はい、それではスライドの方お願いします。皆さん、あや世代って聞いたことありますか？あや世代っていうのは思春期世代と若年成人を指すアドレッセンス&ヤングアダルトの、隠し文字を取った造語なんですね。まあ、具体的には15歳から、まあ、大体39歳くらいまでの方を、まあ、指しています。日本ではどのくらいの方がこの世代で、まあ、がんと診断されると皆さん思いますか？実は年間2万人ほどいらっしゃるんですね。これってこの世代の100人に大体2人程度が、まあ、このがんになるっていうふうに言われてるんです。でももう決して多いことではありませんね。じゃあこの世代のですね、がんの特徴ってどんなことがあるかっていうことを、今日は公開講座なので皆さんと共有をしていきたいと思います。まあ、
先ほどもお話した通り、まあ、10代から30代って、まあ、幅が広いわけですけれども、10代は白血病だったり、まあ、骨肉腫といった、ね、珍しいですね、あまり皆さんも馴染みがないようながんから、まあ、30代ぐらいになってくると乳がんといったような女性のがんが増えてくるなど、本当にがんは多様にわたるわけです。でもその一方で綾世代って皆さんも、まあ、今日聞いてくださっている方も綾世代の方もいるし、もう綾世代を通り抜けた方もいらっしゃると思いますが、本来は本当にいろんなことに挑戦する世代ですよね。それなのにがんの治療が始まったら、まあ、学校だったり仕事をどう継続していくかとか、恋愛だったりとか、まあ、それの後の自分の将来のことが心配になったり、まあ、例えば少し年齢が30代とかで小さなお子さんがいらっしゃる方の場合は、子どもにどうそのご自身の病気のことを伝えればいいかってことを悩んだり、まあ、がんになることで本当にさまざまな影響があるということが分かってきました。まあ、そうなんですけれども、でもこのやはり全体のがんの患者さんを見ると、この若年のがん患者さんっていうのはとてもマイノリティなので、今日は本当に皆さんに知っていただきたくって、同じ体験をしている人となかなかつながりを持つことができなかったり、社会の公的な支援を受けにくいという課題もあります。まあ、そのような背景があって、私たちはあやけんって、通称あやけんって言ってるんですが、まあ、そのあや世代のがん患者さんを支援する団体だったり、国のがん対策としても現在この世代への支援というものが注目をされてきました。でも今日皆さんとお話をしたいのは、あや世代のがん医療って、まあ、私は医療者なんですけれども、医療者だけが考えればよいかというと、決してそれでは解決しないんじゃないかなって思っています。病気とともに生きるあや世代の皆さんの声をもっと私たちは聞いて、当事者と医療者、そして社会がですね、共に作る医療を目指して、まあ、今回このようなイベントを皆さんで、企画をしました。今日はもう本当にピアニストの菊池さん、この企画に賛同してくださって、まあ、今日本当に先ほどエピソードを伺ったばっかりなんですけれども、今日菊池さんのファンの方ももしかしたら今配信を聞いてくださってるかもしれません。今まであやっていう言葉だったり、がんなんて身近じゃなかったっていう方も多く聞いてくださっているかと思います。あや世代でがんになる、あや世代でがんになることは一人じゃない、そんなことをみんなで考える時間にしていきたいと思います。では始めていきたいと思います。はい、それではですね、今日これからですね、皆さんとちょっとお話をいろいろがんのことについてですね、聞いていければ、知っていければということを思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まずですね、今回のがんの流れについて、こんな形でこうスタートしていきたいなということを思います。はい、まず今回の趣旨についてはね、今ね渡辺さんが、あ、いい感じ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、お話しいただいたかと思うんですけれども、その後第一部で学生でがんになってということで、10代の患者さんですね、10代でがんになった患者さんに、来ていただいて、それでお話をしていきたいと思っております。その第一部でが学生でがんになってという3人にねお話をお伺いして、それで菊池さんにその3人のリクエスト曲をお話しいただき、ご演奏いただきたいと思います。また次にですね、社会人でがんになってというお話をまた新たに3人の方にお伺いして、その後にまた菊池さんにリクエスト曲の演奏をしてもらいたいなということを思っております。最後終わりにといったところで、また皆様からもし可能であればですね、リクエスト曲をライブ配信でこうしていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますと。はい、そんな中でですね、今日の自己紹介といったところでですね、はい、今映っているんですけれども、まずはい、水橋あかねさん、はい、急性で言ってしまいました、はい、坪内あかねさんから、ちょっとお話しいただけますでしょうか。ちょっと自己紹介お願いいたします。はい、お願いします。声聞こえておりますでしょうか。大丈夫ですね。はい、聞こえてます。はい、で坪内あかねと申します。今30歳で今会社員です。私自身は、中学3年生14歳の時に扁桃がんという喉のがんになりまして、薬物療法、放射線、抗がん剤ですね、抗がん剤治療と放射線治療を行いました。もう15年以上経っているので寛解はしているんですけれども、抗がん剤の影響で腎臓は
そして20歳の時に腎臓移植もしています。今日はよろしくお願いします。します。ありがはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてでは次、小林くんお願いします。はい、小林誠です。高校3年生の頃に白血病になって、半年間入院してました。で現在は、まだわからないんですけど、教員っていう夢を叶えるために頑張って勉強してます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして次、相馬さんお願いいたします。はい、こんばんは。現在、京都で大学院生をしております相馬彩乃と申します。癌種は、卵巣癌で、罹患年齢が18歳です。手術と薬物療法、抗がん剤治療を経て、先月、4月の末で、5年を迎えました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、早速なんですけれども、皆さんの共通点は10代で、がんと診断されたということなんですが、本当に10代でがんって最初に言われた時どんなふうに思ったかって皆さんちょっと教えてもらえるかなと思います。坪内さんからちょっと伺ってもいいですか。はい、どんなふうに思ったかっていうことで、どんなふうに診断されたかじゃなくて、どんなふうに思いました、最初がんって言われた時。はい、私自身はがんっていう言葉自体はしてたんですけれども、あんまり理解ができてなかった14歳の時だったので、あまりショックを受けなくてですね、どちらかというと学校に行けないことの不安とか、友達に会えないことの寂しさとか、慣れない入院生活になることに対して、これから大丈夫かなっていう不安の方で、あまりがんに関してが不安とか心配っていうよりも、これか今の生活がちょっと変わることへの心配の方が大きかったです。ありがとうございます。やっぱり学校に行けないということがすごく大きかったですか。そうですね。ありがとうございます。はい、例えばそういうことって友達に相談したりってしました。はい、いや、友達に相談をしようっていう気持ちにあまりならなくて、病気であることとかはちょっと伝えたりもしたんですけれども、特に誰かに相談ということはしてなかったです。ありがとうございます。小林さん、いかがですか。はい、僕はもうやっぱり俺がっていう風になりました。僕自身ずっともう風邪とかもひいたことない、もう高校生までもう解禁だったぐらいの元気な子供だったんですけど、そこで急にがんになったって言われて、ショックでした。でその次に出てきたのが、部活動をやって受賞もしてたので、これからの大会どうしようっていう、大会出れるかなっていう、そっちの不安がすごい多くありました。そうですよね。実際に学校ってどんな風にしてました。学校休んでました。はい、もう学校は休学扱いになって、で次の年に留年という形でもう1年高校3年生を通いました。ありがとうございます。入院して治療している間って、学校の中で、学校じゃない、病院の中で勉強とかってしてる時ってありました。それはもう、院内学級があって、その院内学級で僕自身は在籍はしてないんですけど、できる限りその勉強の癖というか習慣が抜けないように少しずつ毎日通ってました。ありがとうございます。さっきも、坪内さんにも聞いたんですけども、お友達にとかってその病気になったことってどんなふうにお話してたか、実際にはやっぱり話しにくかったなとかってあります。最初僕学校でちょっと体調が悪いっていうのが分かって、友達からただの風邪だろうってなってたら、そうなって、最初に伝えたのは僕SNS 上で、もう診断をボンっていう風に、僕がんになりましたっていう SNS を投稿しました。そしたらすごい友達から連絡が殺到しました。そうですか。友達もすごいびっくりしたって感じだよね。はい、そうです。もう本当にいろんな他校のところからも来て、そうですか、他のところからもメッセージが来たり、ありがとうございます。相馬さんはいかがですか。最初にがんって言われた時どんなふうに思いました。はい、小林さんと重なってしまうのですが、まさか私ががんになるんだっていうふうに思いました。そうですよね。はい、最初に自分自身が
医師から誰から説明を受けましたか？親からなのか、それとも、先生なのか、どんなふうなシチュエーションだったかちょっと教えてもらってもいいですか？はい、私の場合は、母と一緒にこう病院に行った時に医師から、担当医からがんでしたっていうふうに言われました。というのも、もともと卵巣 をこう取っていたんですけども、はい、その検体にかけた結果、まあ、がんでしたっていうふうに言われたので、一番その時に印象的だったのが、今までこう担当医がカルテに卵巣腫瘍っていうふうに病名の欄に書いていたんですけども、うん、はい、その告げられた時から卵巣がんっていうふうに書かれていたのがとても衝撃的でした、うん、やっぱり腫瘍って書かれるのとがんって書かれるのって、はい、こう自分の中でのインパクトって全然違った感じですかね。そうですね、全然重みが違いました。その時に、学校とかはどうしてました？そうですね、私は、大学は名古屋の方の大学に通っておりまして、で地元が北海道でして、はい、北海道の病院でこう手術であったりこう治療するっていう風に決めていたので、まあ、学校はちょっと休みつつという風な状況になってしまいました、うん、そんなことってお友達とかに話せたりできました？病気のこととかって。そうですね、卵巣を摘出した時も約1ヶ月ぐらい学校休んでいたので、みんななんかこうちょっと私が大変なんだなっていうことはうすうす分かっていたと思うんですけれども、うん、小林さんと同じくがんですよって診断された時に、私はインスタグラムでがんでしたっていうのを投稿して、みんなからこういろいろ励ましのメッセージであったり、大丈夫っていうメッセージをいただくことがありました。ありがとうございます。相馬さん、相馬さんにとってじゃあインスタでそういうことを発信するって どんな、なんかこう効果というか、自分の中でどういう支えになってたかとかって教えてもらってもいいですか？そうですね、周りがやっぱりもともと気にしてくれている友達が多かったので、うん、まあ、ここで隠してもしょうがないっていうふうに最初思ったので、うん、まあ、そのインスタグラムでこういう状況でしたっていうのを、まあ、こう言えばいっぺんに広まるかなっていうふうに思ったので、うん、まずはそのインスタグラムで投稿するっていうのを決めていたんですけども、そうですね、その一方でやっぱり私も健康有料児であって、うんうん、かつそのがんになるとも思っていなかったので、まあ、少しでもやっぱり身近に感じてもらえたらっていうのも変ですけど、まあ、一つきっかけとして何か、まあ、周りの友人が考えるきっかけになればいいなっていうのをうっすら思いながらインスタグラムを使って投稿しました。ありがとうございます。そうですね、あと例えば坪内さん、親とこの病気のことで、まあ、本当はね、こう親から自立したい、まあ、それはちょっと小さい時だったけれども、だけれどもこう親との関係が変わったなとか、親に本当はこんな本音話せなかったなとかって、なんかそんなエピソードってあります？はい、まあ、私自身は、まあ、気を使って両親に何か話せないっていうことは実はあまりなくて、というのも話さないと伝わらないと言いますか、まず病気をしたのは私で、体調悪いとかもやっぱしっかり伝えないと伝わらないと思っていたので、話せはしたんですけれども、前よりも、病気になる前よりも、よりいろんなことを話すようになったかなとは思います。なんかちょっと思春期の照れくさい感じの、ちょっと反抗期の時だったので、病気のきっかけで、ちょっと、いろんな話ができるようになったかなと思います。そうですか、病気になったおかげで話せるようになったってことも確かにあるのかもしれない。小林さんいかがですか？親との関係って、なかなかちょうど思春期ラジオ時期かなと思うんですけど。あ、僕元からそんなに秘密主義でもなかったので全部話してました。お母さん、もう、はい、何かこう病気になって親との関係が変わったこととかってあります？あ、でもやっぱりそのすごい母が心配性で、そのどこに行くにも確認をしてくる、うん、本当に大丈夫かどうかと、うん、僕自身はもうどんどん外に出ていきたいんですけど、やっぱりちょっと母的には何かあったらっていう心配が、うん、もう今もずっと続いてるみたいで、
そうですよね。親の方がやっぱりこう一度病気になった子供を外に出すっていうのはなかなか手放すのは怖いっていう気持ちはすごくわかります。はい、ありがとうございます。なんかこう学校に行けなかったことか将来の自分のイメージとかが病気になってこうどう変わったかみたいなことって、まあ、どんな風に思ってるかなって相馬さん、まあ、病気になる前に思い描いてた自分の将来と今の自分みたいなのを、まあ、考えるとどんな風なことを思ってますか？そうですね、まあ、私は、中学高校、まあ、大学こう病気になる前から将来はずっとバリバリなんか海外とかで働きたいっていう風に考えていたんですけど、やっぱりこう現実で考えるとやっぱ抗がん剤後の副作用であったりだとか、まあ、回復手術、お腹を開く手術を経験したんですけども、まあ、それによって自分がこうバリバリ働きたいっていう目標にちょっと届くのが難しいって思うぐらいこう体力が落ちてしまっているっていうのがまだこう現状っていうので、そこに対してのギャップっていうのは一つあります。そんなギャップっていうのを自分でどういうふうにこう落としどころっていうか自分でこう思ってますか？はい、そうですね、落としどころ、今もこうなんか正直もうちょっと自分はできるのになっていうふうに思いながらも、まだこう体無理してしまうと熱が出たりですとか、こう体調崩しやすくなるっていうのはあって、今もちょっと落としどころをつけるのに悩んでいたりはするんですけども、でもやっぱりこう自分のやりたいことをこうできないわけではないっていうふうに思うので、まあ例えばちょっと、まあそうですね、無理しない程度に今はこう就活の時期なので就活を進めています。ありがとうございます。でもそんなふうにしなやかに自分のことを捉えられるのとっても素敵だなって思って伺いました。ありがとうございます。ちょっとコメントがなんかね、はい、今私たちテンパってるんですけど、なんか聞いてみたい。すごいたくさんコメントいただいておりまして、300人近く来て238人、はい、そうですね、はい、見てくださっております、ありがとうございます。さまざまいただいておりまして、学生時代がね、同世代に相談しにくいですよねとかね、学校に通うのは辛いですよねとかね、20代の頃に友人を胃がんで亡くしましたという方も見てくださってますね。ありがとうございます、はい、そういった方だったりだとか、うん、はい、30代で乳がんになり、うん、がんは自分で見つけましたということだったりとか、はい、で様々ね、話をしてもらえると、うん、親としても心強い、うん、いう本当だ、親の方もいらっしゃるのかな、ね、親とかね、うん、はい、ありがとうございます。それではですね、皆さんの闘病を支えたというか心に残っている曲を一曲ずつですね、ぜひリクエスト、今日は菊池さんが来てくださっているので、ぜひ菊池さんに演奏してほしいと思います。じゃあちょっと、小林さん拍手をしてる、その前ちょっと待って、あれ、嘘、その前に菊池さん話聞いてて、あ、そうそうそう、ごめんなさい、菊池さんどうですよ、今の話聞いてて、はい、リハの時はね、菊池さんにちゃんとね話を振るって言ってたのに、もうテンパりすぎてごめんなさい本当に。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。そうですね、やはりこの何だろうな、10代というそのとても若い年齢でそのこうがんにかかられて、そうですね、やっぱりその何だろうな、何だろう、この皆さんのお顔でも拝見しているとすごいやっぱりこう何だろう、とても素敵な笑顔が皆さんだなというふうにすごく思ったんですよね。やっぱりそのもし何だろう、まあ自分だったらやっぱりこうもうちょっとこうなんだろうな、こんなにポジティブに捉えられるのかとか、まあいろいろ考えたんですけども、でも本当にやっぱりその自分と同世代の本当に何だろう、自分のこう友人と話しているような感覚で皆様のお話を伺えて、なんかすごくやっぱこっちも明るい気持ちにちょっとなって、すごい何だろう、なんか嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。本当に私たちの方がこう力をもらうというか、そうですね、本当に患者さんから教わることたくさんあるなというふうに思っています。はい、じゃあリクエスト曲に行ってもいいですか？はい、行きましょう。じゃあ坪内さんからリクエスト曲とちょっとそれにまつわるエピソードを教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。リクエスト曲はゆずさんの雨と涙という曲をお願いしたいと思ってます。
そのリクエスト曲の理由としては、治療中ももちろんなんですけど、退院後の方が私の中ではいろいろと悩むことが多くって、お子さんの学校をどうするかとか、進学、就職をどうするかとか、すごい悩むことが多くって、高校、大学とちょっと遠回りをした経緯もあったので、その時にすごい、なんていうんですかね、自分の中で、このままでいいのかなとか、これ正しいのかなって悩みながら、中でこの曲を聴いて、今のまま一歩一歩自分で頑張っていけば、いつかは、こう、開けるんだっていうところをすごい思いながら、頑張るために聴いていたっていう感じです。はい。ありがとうございます。じゃあ、小林さん。はい。僕がリクエストしたい曲は、ワニマさんの共にっていう曲です。この曲は、先ほども話したんですけど、院内学級の部活動でバンドをしていた時に、うん、そのバンドで一緒に練習した曲なんです。で、そのバンドをクリスマス会っていう会で発表をして、それを すごいみんなで頑張った曲で、で、その歌詞の中ですごいもう印象的に残っているのが、出会えてよかった、ありがとうっていう歌詞がもうすごく好きで、もうこの闘病中もそうですし、闘病後も退院後もその留年した年に出会った仲間たちにもこの言葉、出会えてよかった、ありがとうっていうことを伝えていきたいなと思ってこの曲にしました。ありがとうございます。今日もみんなが小林さんと出会えてよかったなって思ってます。ありがとうございます。じゃあ相馬さんお願いします。はい、私がリクエストする曲は、バンプオブチキンのレイという曲になります。この曲についてのエピソードっていうのが、まあ、入院中とか治療中っていうよりもこう退院後にこう出会った曲なんですけれども、私大学1年生の時にこうギターアンサンブル部っていう、あまり聞き慣れない部活だと思うんですけど、約30名規模でこう、まあ、3つのパートに分かれて1つの曲をこう合奏形式で演奏するといった部活に入部したんですけども、はい、なんですけれども、やはりこうがんが大学1年生の秋から見つかってしまったことで、やはりこう半年ほどこう休部しなければならない時期がありました。それで、まあ実際こう半年も休部して、復帰後初めての部活に行った時に練習についていけなくて、やっぱりこう病気で、まあ、周りともこう差がついてしまっていて、やめようかなっていうふうにちょっと考えていた時期があったんですけど、まあ、2ヶ月後に、まあ、こう演奏会っていうのを控えておりまして、その際にこのバンプオブチキンのレイっていうのを演奏するっていうことが決まっていまして、はい、そうなんですね。はい、で私がちょっとこう、まあ、練習で苦戦してる時もこうギターが上手な同期だったり、まあ、先輩方が寄り添って一緒にこう練習をしてくれた思い出の一曲でして、まあ、そのまあ練習をするうちにこう原曲っていうのも聞くようになって、まあ、すごい素敵な歌詞と、まあ、大好きなメロディーと、まあ、大好きなこの部員 の皆さんに救われてこう部活を続けることができたという思い出の一曲になっています。ありがとうございます。みんなが本当に思い出のある曲を、じゃあ菊池さん、ゆずの雨と涙、ワニマの共に、バンプオブチキンでレイ、3曲メドレーで弾いていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。
さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。あのコメントでもですね、あの本当に優しいメロディーということだったりとか、あの化学療法の中でもね、患者さんたちは本当にあの気丈にされていて、我慢したいとかね、あの笑顔で話してるっていう姿を見ていますと。ただそんな中のあの本当の心の中を知れてよかったと思いましたというね、医療従事者の方ですかね、見てくださっております。とても心に響くという言葉もいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、ここで一旦ですね、あの学生の頃、10代の頃にがんになったといったところで、お三方には一旦ここで、はい、あのまたあの駐座していただいてですね、あのいただき、次 の, あのセッションに移りたいと思います。お三方、本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと待っててくださいね。
はい、ね、大会長どうでした？いやちょっとめっちゃ泣いてますやん、もう。そうです。泣いててなんか進行忘れもう泣いてますやん、もう完全に。僕完全にもう配信大丈夫かなって、もうこっちしか僕見てないんですけど。すいません。あの、はい、ごめんなさい。いやいや、素晴らしい。本当、心にしみる曲、ありがとうございます。はい、次はですね、あの次のセッションとしては、あの社会人でがんになってというふうな題してですね、第2部をまたお届けできたらなということを思っております。はい、次のゲストはですね、あのお三方出ますでしょうか。今どうでしょう、出てきますかね。あ、ありがとうございます。社会人でがんになったお三方にちょっと来ていただいております。はい、あのまずですね、あの自己紹介をしていただきましょう。まずクルーグさん、お願いいたします。よろしくお願いします。クルーグエリカと申します。現在29歳、実は今週29歳になりました。今は東京に住んでおります。病気はですね、23歳、社会人1年目の時に卵巣がんになりました。それで、手術と抗がん剤治療をしていて、今年で5年経過したっていう感じです。本日はよろしくお願いします。お願いいたします。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次に、松谷くん、お願いします。松谷光生と申します。年齢は私も30歳ついこの間なったばっかりです。で、病気の種類は悪性リンパ腫で、罹患したのは、28歳でした。で、病気になった時は、ちょうど U ターンをして地元の島根県に戻ってきた直後ぐらいになりました。で、薬物療法とか放射線治療とか移植とかという治療をやりました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは次に三井さん、お願いできますでしょうか。はい、三井さとみと申します。よろしくお願いします。私はメラノーマという皮膚がんのステージ4のがん患者です。発覚は34歳の時で、教員をやっているんですが、バリバリと担任を持って頑張っている時に罹患しました。現在はステージ4で、手術を終えて薬物療法を続けながら教員の仕事を続けているというところです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします、ね、東京と島根と北海道ということで、ね、本当ですね、さまざまなところから本当にあのお話をあの聞いていければなと思っております。そんなお三方に聞きたいのが、やはりね、あのがんになってこの社会人でなった時にどのような気持ちの持ちようが変わったりだとか、あの周りの、ね、職場のメンバーとどういうふうな会話をしていったかだったりとかね、そういったところをお伺いできたらなということを思っております。まず、はい、クルーグさん、まずがんになった時に職場の反応というか、その、まあ、どんなお仕事をしていて、そういった時にどういうふうな対応してもらって、まあ、嬉しかったよだったりとか、いやこれきつかったなということありますか？はい、そうですね、がんが分かった当時は、社会人1年目、新卒だったんですよね。それで、本当にまだまだ新人っていう中で、職場はあのホテルで働いていて、接客業をしていました。で、そうですね、分かってからは上司に伝えて、まあ、これから休職して治療するためにどういうふうに休職をしていくのかっていうところをこう人事だったりとかと話してっていうふうな段取りを上司にしてもらったんですけど、やっぱりその時の職場の人とかにも伝えても結構驚かれはしたんですけど、まあ、今は本当にがんになる人も全然こう治療して社会復帰して今でもバリバリ働いてる人が友達にもいるから、大丈夫だよ、絶対戻ってきてねとか、治療中も遊びに来てねとかっていう風な言葉をかけてもらった時はすごく、あ、なんか戻ってきていいんだなっていう風に感じられましたね。いや本当戻ってきていい場所があるっていうのはマジ大事ですよね、うん、大きいですよね本当に、うんうんうん、なんか全て失うような、ね、気になっちゃうけどね、うん、なりますからね、はい、ありがとうございます。松谷くんの場合はどうでしたか、その職場だったりだとか。
ですね、私の場合はその U ターンで転職をしたばかりで、まあ、市役所に転職をしたんですけれども、半年ぐらいですかね、転職してもうすぐだったので、まあ言ってもまあすごいいっぱいコミュニケーションをその職場で取れてたかっていうと、まあ何とも言えないところだったんですけど、まあそこの自分が担当してた仕事なんかすごいサポートをしていただいたし、その前の職場がまあ鹿児島で働いてたんですけど、そちらにも一応連絡をして、千羽鶴とかいろいろ送ってくれたりとか、すごい気にしてくださって、そういうのはすごく嬉しかったなと思います。前の職場にもからもそうなんですね、連絡取ってたりとかしたんですね。そうですね、まあ一応連絡しとこうと思って診断をもらった時に連絡をして、はい、いろいろ連絡を またもらいましたね。あ、すごいすごいいい人間関係だったんだなって言ったところを思いますしね、本当ありがとうございます。やっぱ社会復帰した時はその今 のお仕事とかっていうのはすぐ慣れました？一応その戻る時はなんかトレーニング期間みたいな感じで半日とかから復帰をさせてもらったんですけど、まあ仕事なんかもちょっと量を減らしてもらってスタートをしてたりとか、まあかなりサポートをしていただきながら、まあ、今になっていろいろ話せるんですけど、かなり気を使ってた、気を使ってもらってたみたいでした。あ、ね、やっぱりね、気使ってもらって、まあ、そういうの感じた、気使ってもらってるなとかは。そうですね、まあものすごい怒られるだろうなっていう、今考えたらいろいろ失敗してたんですけど、かなり優しくしてもらってたなと思います。いや、いいと思います。そういうの大事、ね、周りが優しくね、うん、そんな世の中がいいですもんね。本当ですね失敗したって許せる世代、はい、それずっと続けてほしいなって僕は思うんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。そんな中で三井さん、はい、三井さんは教員をしているといったところで学校の先生してるじゃないですか、はい、生徒さんたちとかこうどうするんですか？いや、ちょっと聞いてもらっていいですそれ？どうぞ。私当時札幌に家があったんですけど、オホーツクっていうカニが美味しい地域に一人で単身赴任してたんですけど、主人を置いて、で仕事のためにそこに行ったのに、がんになってしまって気持ちはすごく辛かったです。で私当時1年生から3年生まで高校3年生まで担任持ってた、しかも3年間同じメンバーだった可愛い子たちのクラスがあったので、でそのクラスがもう少しで卒業っていう1月に手術になってしまって、こんな時期に担任の三井先生いないみたいな、卒業アルバムとかも全部副担任の先生に任せて生徒と頑張って作ってもらってみたいな状況で、すごく心苦しかったのを覚えてます。そうですよね、そのね、本当に周りの、ね、先生としてのね、なんかどういう見られ方というか、そういったところもね、うん、あったりとかしますし、そこからどうコミュニケーションとか取っていったんですか？私は卒業式直前の、1週間前、2月の末に復帰できたんですけど、仕事に、うん、で私はもう先生はちょっと重たい病気にかかってしまったんだっていうことは素直に生徒に話しました。ただ生徒の保護者の方にがんに罹患されている方がいらっしゃったので、がんだっていう言葉はちょっと衝撃が強すぎると思って、がんっていうところまでは言わなかったんですけど、私は大きな病気を抱えていて、がんで皆さんの前に仕事に復帰しました、でも卒業までの1週間楽しもうねみたいな感じで、割と包み隠さず話して、生徒も高校3年生だから、あ、きっと先生がんなんだろうなってみんな思ってたんですけど、それを口には出さず、私も頑張るから先生も頑張ろうって声かけてもらってました。わ、めっちゃいい、ね、え、本当子どもたちもちゃんと分かっているんだよね、うんうん、周りの教職員の方はどうでした？同僚は。ああ、そうですね、教職員にはもう包み隠さず話してたので、いや、三井先生大変そうだけど頑張ってね、応援してるから何でも言ってみたいな感じで、すごく温かく迎えてくれたのはめちゃくちゃありがたかったです。にね、ちょっと意地悪で配信用に持ってない、大丈夫？持ってないです。持ってない、本当に皆さん温かかったです。はい、みんな僕も温かいです。はい、温かいね、みんなすごいいいね、うん、職場環境でこうって、うん、サポートしてもらってということありましたけど、菊池さんいきなり振って申し訳ないですが、ちょうどね同じ世代じゃないですか、うん、みんな、なんかせっかくなんで、なんか聞いてみたいこととかないですか、患者さんたちに聞いてみたいこと。
あ、マイクを、マイク入ってもらう、マイク入れてもらっていいですか、すいません、いきなり振っちゃってごめんなさい、はい、OK、ああ、あ、OK、大丈夫です、はい、聞いてみたいこと、はい、そうですねなんかこう今こう職場に皆さん復帰されてるっていうことですよね、うん、だと思うんですけれどもですね、そのやっぱりなんだろうな、まあ、僕はこうフリーランスとして、まあ、一応フリーランスとしてやっていて、まあ、すごくこう羨ましいなと思ったんです、うん、その羨ましいっていうのはなんかその皆さんがこう、まあ、病気にかかられた時にこう何一緒に頑張ろうって言ってくださる、うん、こう職場の関係の皆様というなんかそうすごくこうなんだろうに人に皆さんは本当に恵まれていらっしゃるなというふうに思うんですけれども、そうですね、皆さんなんかこれすごい世間話みたいになっちゃっていいですよ、世間話ですよね、もうね今日は世間話なので、はい、はい、いや僕その仕事をするときに、まあ、その仕事、まあ、もちろん仕事上仲がいい人とかっていうのはいるんですけど、あんまりその仕事仲間と連絡を取らないんですよ、連絡を取り合わないんですお互いに。皆さんはそのお仕事の職場の方と何だろう、こうご連絡を取り合ったりとかってやっぱりよくされるんですかどうですか、質問で申し訳ないですけども、社会人としてクルーブさんが聞いてみて、そうですね、クルーブさんからちょっと無関のことでもいいですし、それ以外のことでもいいですし、うん、そうですね、どんな風に自分をこう伝える努力をしてるかとかって、そうですね、普段からね、そうですね、すごく皆さんからこう勉強させていただきたいなと思って、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、なんか私もその、まあ、上司に伝えてみたいなところも、はい、結構こう社会人としての義務としてやってたみたいな、会社員としての義務としてやってたみたいな感じで、はい、結構私もなんていうんですかね、仕事の人は仕事の人、友達は友達って結構分けるタイプで、なるほどなるほど、なのでなんかすごい気持ちは分かるなって思います。 ありがとうございますなるほどなるほど。ちなみに、あ、菊池さん、菊池さん、はいはい、ちなみになんですけど、がん、はい、について何か聞きたいこととかってあったりとかしますか。なんか僕はその、まあ、家族として、はい、その自分の母が闘病している様子をすごくこう間近で見ていたんですけれども、なんだろうな、皆様がその闘病している、まあ、その闘病生活の中でこう最もこうなんだろう、思い出深いというか、うんうん、記憶に残っていること、まあ、それはなんだろう、告知後というか闘病中のことでちょっと何かもしあったら、うん、ぜひお伺いしたいなっていうのは、ね、病気にまつわること、治療中も含めてだけれども自分の心の中で一番残っていることを、ね、じゃあ松谷さん三井さんに聞いていきましょうかね。松谷さんどうでしょう。私の場合は、まあ、悪性リンパ腫で血液の病気だったので、はい、治療中なんかは無菌室っていう完全に隔離されたような部屋にとかフロアにいるんですけど、はい、やることはほぼほぼないんですよ、はい、今でこそまあ YouTube とか見れるからいいんですけど、はい、まあ1ヶ月の入院とかを何回も繰り返してるとまあ飽きてきて やることが本当になくなってしまって時間が全然経たないんですよね。それが何かがあったっていう思い出というよりか何もなくてきつかったっていう思い出の方が強いですかね。ああ、なるほど、ありがとうございます。三井さんどうですか。私はですね、すごく印象に残ってるのが、私はがんになった理由が知りたくて、私は皮膚のメラノーマっていうがんが頭頂部にできて、よく日に当たるところつむじにできてしまって、なんで私日傘を差したりとか帽子をかぶったりとかすごく気をつけてたのに、なんで私がメラノーマになったんだろうっていうのがすごく気になっていて、主治医に質問をぶつけてみたんです。私はすごく気をつけてたけどなんでがんになったの、なんで私が何が悪かったのっていうふうに聞いてみたんですけど、私はずっと理由を探していて苦しかったんですけど、でも主治医から、いや三井さんあなたは悪くないですって、たまたまそこに遺伝子の変異があって、たまたま運悪く三井さんの皮膚の上で、悪い細胞のコピーが起こってしまってそれが広がってしまっただけで、たまたまだからあなたは悪くないって理由をきちんと教えてもらったことで腑に落ちて、辛い気持ちが少しずつ溶けていったのが
すごく気持ちの中で印象に残ってます。理由じゃなくて私は生きる意味をそこから探すようになりました。素敵ですね。本当そうですよね。若くしてやっぱり病気になるってやっぱり何かのせいにしたいけれども何の原因なんだろうって思うけれどもそこからこう前を向かせてくれる一言って本当に大きいですよね。コメントでもね本当、うん、いろいろ来ております、はい、本当にねクルーブさんへのお誕生日おめでとうございます。クルーブさんいっぱい来てる、ね、いっぱいコメント来てくださってますし、はい、そんな中でねみんなの励ましサポート力になりますよねだったりとかねいい職場ですねとか学校の先生子どもたち見てますね、うんうん、だったりだとか本当先生も生徒もお互いに思いやりがすごいですねと言葉遣い温かいですねということだったりとか周りの方の優しさに泣けてきますと信頼関係が素晴らしいということだったりとか、はい、病院の部屋ね無菌室のことですかねそうですよねとかよくわかりますというコメントも様々いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それではそろそろそうですねリクエスト曲にリクエスト曲いっちゃいますか。はい、はい、じゃあもう一名大丈夫ですか。聞かなくて大丈夫ですか。なんだっけ記憶に残っていることをあ、じゃあクルーブさんにも聞きます。あ、そうです、ね、はい、わかりました。はい、ご指名入りましたのでクルーブさんご指名ありがとうございます、はい、そうですね、辛かったこと、私はまあがんになった時はもう治すしかないみたいなこう結構気持ちだったんですけど治療中に抗がん剤の副作用で耳鳴りがすごいするようになってたんですね。で私オーケストラでフルートを吹いて趣味でフルートを吹いてたんですけどこう本当に音楽がもう今までの人生でこう生きがいだったんですけど私聴力を失うのかもしれないこのがんの治療でと思って命と生きがいみたいなものを天秤にかけて苦しんでたっていう時はすごい辛かったですね。結果として今でも耳鳴りはしてるんですけど聴力を失わずに治療を終えることができたのでよかったなとは思うんですけどその時はすごいこう自分の中で葛藤があって辛かったですね。 ありがとうございます。すごいなんか音楽を自分はやっている人間として、はい、すごくやっぱり考えさせられる話でした、うん、ありがとうございます。本当ですね。今もしかしたら病院の病室から聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので本当にこう音楽が伝える力って大きいと思います。はい、そうですね、ありがとうございます。そんなもっともっと話を続けていきたいんですけれどもはい、お三方のですねリクエスト曲を伺っていきたいと思います。それにまつわるエピソードも含めてお願いいたします。それではまたクルーブさんまたレンちゃんですけれどもクルーブさんからお願いします。はい、私がリクエストさせていただいた曲はグレイテストショーマンという映画のアミリオンドリームズという曲です。これは私が治療していた5年前ぐらいに公開されていた映画で、すごい思い出の曲でこの曲は本当になんか劇中でもすごく希望に満ち溢れていて将来にワクワクしている主人公がそういうシーンでなのでこう治療中でもう死んじゃうかもしれないっていう、こう先が見えない中でこの曲を聴いてこう入院中にこう明かりをつけて消灯時間の後に明かりつけて携帯握りしめてこう聞いてたりとかってい こうすごい思い入れのある曲です。でなんかオーケストラやってたので菊池さん私大ファンなのでなんかクラシックの曲とか弾いていただこうかなって思ったんですけど冒頭でラフマニノフ聴けたので大満足です。楽しみにしてます。 YouTube でラフマニノフありがとうございます。じゃあ松谷さん。はい。私が、リクエストしたいのは、昨年の2月に、北京オリンピックがあったと思うんですけど、それのテーマソングの、ミレイさんのフライハイっていう曲になります。一応理由は、まあ、ちょっと自慢をさせていただきたいんですけど、昨年の6月に寛解をもらって、で、まあ、ずっと、経過観察みたいな感じだったんですけど、この間ゴールデンウィークに県の、陸上競技の大会がありまして、まあ、私やり投げっていう種目をやってるんですけど、それが復帰戦になって大会新で優勝をしましてで、まあ、すごいスポーツに興味があるっていうところで、まあ、北京オリンピックを見てたんですけど、治療の最後の入院がちょうどそのオリンピックがある時期と被っててもう本当毎日その曲を聴いてテレビで選手を見てっていうの
をやってて、また自分もそこに、まあ、そういう世界に戻りたいなと思って本当毎日聴いてた曲なので、今回リクエストをさせていただきました。ありがとうございます。素敵ですね。はい、じゃあ三井さんお願いします。はい、私のリクエスト曲はエグザイルの道です。よろしくお願いします。私が手術をしていた2018年の1月は卒業を間近に控えていた頃だったんですけど、その時はずっと副担任の先生が楽器を支えていてくださって、で病室にいる時に LINE をくださって、三井先生、卒業式、卒業生が送る、卒業生が歌う歌はエグザイルの道になりましたので、卒業式では歌えるように練習してきてくださいっていう風に励ましの LINE をくださって、私はずっと手術で傷痛いのを抱えながら病室でずっとエグザイルの道歌う練習をしていたので、ちょっともう今そう思い出してるだけでちょっと感極まってやばいんですけど、うん、卒業式のあの頃のことを思い出す曲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ菊池さん、グレイテストショーマンでミリオンドリームス、ミネでフライハイ、エグザイルで道、3曲続けてメドレーでどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。本当この3曲素晴らしいね。本当やっぱエピソードをね聞いてからこの曲を聞くとね、よりなんか深まりますよね。なんかもうコメントでも様々いただいております。思い出しただけで泣けるだったりとかね、はい、皆さんからリクエスト出してくれた皆さんから一言ずつどうでしょう。いいですねクルーグさんどうですか。じゃあ、はい、クルーグさんどうでした。クルーグさんどうですか。はい、いや、なんかやっぱり音楽と記憶ってすごくこう結びついてて、こう一気にグワッてあの時の感情とかがこう思い出されるんですよ。で、なんかすごくなんか本当に最高の誕生日プレゼントありがとうございますとか言って勝手にすいません。ありがとうございますありがとうございます。松谷さんどうでした。いや、 やっぱピアノ弾けるってすごいかっこいいじゃないですか。そっちかい。やり投げよりかっこいい。自分のためにやり投げもかっこいいですよね。っていうのがすごいいいなと思って、ありがとうございました本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。三井さんいかがでしたでしょうか。めっちゃ熱唱してました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。出ました本当ね。もう綺麗なメロディーが続きますねとかね、優しくて胸に染みますねとか、本当に思い、いろんな思いを聞いた後ではのピアノは涙出ますとか、歌声が聞こえるよと、菊池さん のピアノの音色はいつにまして心地よいですということだったりとか、涙出ますということで、本当皆さん支えになった曲、応援歌だと思います、素敵ですと。でそしてね、ちょうど明日30代の化学療法中の患者さんと、関わりますと、皆さんのお話聞けて本当に良かったですということだったりとか、涙腺が緩んでしょうがないですというコメントをいただいております。はい、ありがとうございます。残りですねちょっとわずかな時間なんですけれども、オンラインで今配信を見てくださっている方の中からリクエストいくつかいただいているんですが、はい、ちょっと本当に急なことなので、はい、菊池さんのご都合もあると思うの で、ね、ちょっと相談をしてみようと思います、はい、あらなんだかちょっと感覚が大丈夫かしらかついていけてるかしら。ぼやけましたけど、あ、じゃあちょっと、はい、ちょっと大会長、ね、いかがでしょう。菊池さんでちょっと今どんな曲がいいかというですね、ことを見てもらっています。と2曲今菊池さんと相談をさせていただきました、はい、お母様が亡くなられてそのお母様のことを思い出しますという方から名田早々、はい、そしてもう一つ菊池さんの弾く花が咲くがとても大好きですっていうエピソードをいただいています。本当にたくさんのごめんなさいリクエストをいただいてるんですが、お時間がちょっとないのでこの2曲をこのオンラインからということで、はい、したいと思います、はい、菊さんよろしいでしょうか。はい、お願いします。Thank you.
いや本当ありがとうございます。もうコメントでもね、本当美しい音色、思い出の曲ですとか、私も術後9年だったかな、頑張ってますという言葉だったりだとか、素晴らしいとか、花は咲く、どんな時も必ず音楽と花は心に咲きますよねということだったりとか、ピアノから音と元気と勇気をもらいますということだったりだとか、本当にね、さまざま本当にもうコメントをすごく菊池さんの曲素晴らしいですとコメントをいただいております。いや本当にね、もうまだまだこう曲を聴いていただいたりとかね、患者さんたちの話も聞いていたいんですけど、そろそろねお時間にもなってきておりますので、ちょっと最後にね、6人から、はい、1人一言ずつ、今日の感想だったりこの音楽を聴いてでもいいですし、また今さまざまな方が見てくださっているので、それのコメントでもいいので、一人一言いただけますでしょうか。じゃあ茜さんからお願いします。はい、今日はすいません貴重なお時間いただきありがとうございました。すごい当時のことも音楽曲を聴きながら思い出しもしましたし、これからまた頑張っていこうっていう気持ちにもなりました。今聴いてる方はいろいろな方がいらっしゃると思うんですけれども、いいですかね、自分の持っている通りそのまんま進んでいっていただければと思います。無理せずにマイペースにでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあせい君お願いします。はい、いや本日はもう本当に何か皆さんのお話とかそのコメントとかいろいろ見てて、すごいやっぱりその自分も頑張ってるんですけど、頑張ってるのはやっぱり自分だけじゃなくて周りにもそうやって、病気に限らず頑張ってる人がたくさんいるんだなっていうので、やっぱりこういう機会がもうそのこういう機会を与えてくれてすごくもう嬉しいです。僕も三井さんが教員、現教員ということなんで、僕も今教員目指して頑張りたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。ね、いい先生になれますよね。楽しみです。入ってない入ってない、楽しみです。はい、ありがとうございます。相馬さんお願いします。はい、本日は貴重なお時間いただきありがとうございます。また菊池さんは私のリクエスト曲を演奏してくださって本当にありがとうございました。私自身最初にこう自己紹介のところで大学院生というふうに申し上げたんですけども、現在大学院でがんサバイバーの一員としてと言ったら、おこがましいんですけども、がん検診の日本の、がん検診の受診率向上という点について研究をしております。またこう、病気になってもこう夢や希望を諦めない社会が作れたらいいなっていうふうに思っておりますので、なんかそういう点の貢献であったり、皆さんがもっと今もそうかもしれないんですけど、もっともっとがんに寛容な社会になってみんなで支え合うことができる社会が作れたらいいなというふうに思っております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。クルーさんいかがでしょうか。はい、今日はありがとうございました。本当に今日6人それぞれ聞いていただいて、本当に誰でもがんはなる可能性があって、誰がなっても本当10人十色でそれぞれの人生があるのかなっていうふうに思うので、じゃあ周りの人がなったらどうなんだろう、自分がなったらどうなんだろうってちょっと一度考えてみるきっかけになったらすごくいいなって思うのと、今治療中の人は一人じゃないんだよっていうところが伝われば嬉しいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。松谷君どうでしょうか。はい、今日ご出演された皆さんは、自分ががんになっちゃったけど、頑張ろうっていうすごいエネルギッシュな方が多いかなっていうふうには思ったんですけれども、必ずしもそういう人ばっかりじゃないっていうのを、皆さんにも見てる皆さんにも知っていただきたいし、もし身近にそういう人がいれば寄り添うっていう言い方でもいいですし、ご飯行こうぜとかでも全然いいので、少しでもその病気になった人からそのちょっと楽しい方向に持ってってくれるような、そんな支え方をしてくれるといいなと思いながら今日聞いてました。本当にピアノも素敵でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当ね、気持ちの持ちようで全然変わってきますからね。だと思います。私たち医療者もそう考えなきゃいけない。はい、ありがとうございます。三井さん、お願いします。はい、今日はありがとうございました。あの音楽を通して、あの卒業式の時にみんなと合唱したあの時の気持ちが湧き立つようで、すごくエモーショナルな時間でした。ありがとうございます、菊池さん。あと、はい、ありがとうございます。で、私今日あの北海道から東京に参りまして、明日あやけんに参加します。 ありがとうございます、はい、あの私今年であや世代ラストイヤーの39歳なんですけど、私は教育者としてあや世代のことを、これからを生きていく生徒たちに伝えていきたいし、私がこれ今まで歩んできた道を作ってくれた人たちに感謝の意を込めて、あや世代のことをもっともっと勉強していきたいと思いますので、あの明日の明日明後日のご正解をお祈りしながら私も勉強させてもらいますので、渡辺さん、岸田さん、頑張りましょう。今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん本当にあの素敵なメッセージありがとうございました。菊池さんの存在って本当に大きかったなって、本当に菊池さんにお願いして本当に良かったって思います。ありがとうございます。菊池さんから、まあ、皆さんに、はい、そして今ですね、何人ぐらい聞いてるのかな、あの本当にたくさんの方が今配信を聞いてくださってるんですけれども、はい、あのメッセージとお願いします。はい、そうですね、何でしょう、やっぱりそのあや世代って、その自分と同世代、そしてもしくはもうちょっとこう若かったりするこう年代のこう皆さんとこうお話しさせて、実際にお話しさせていただいて、やっぱりそのすごい、なんだろう、まあ、そのがんの患者さんであるとか、そうであるとかそうでないに関わらず、やっぱりその僕と自分と同じその世代の人たちなんだなっていうのをすごくやっぱりこう実感したんですね。で、その、ね、自分とこう年がそう変わらない人たちとやっぱりこう接する中で、やっぱりその思い起こすのは、やっぱり自分のその母がこう闘病してきたことのこうやっぱりこう14歳ぐらいからちょっと見てきたんですけど、でもなんかそういう、まあ、いろんなプロセスっていうものをこう乗り越えて、まあね、中には今はこう実際にこう闘病されてたりとか、あのこう、まあ、体調が良くない方もきっといらっしゃると思うんですけども、でもそうやってこう一日一日をこう乗り越えてあの来られてる皆様のことを僕は本当に尊敬していますし、あのやっぱりこう、やっぱり同世代の人間として、あの一人であの戦っていると思わずに、あの、まあ、僕はあのやっぱり皆様に向けてもあの常に演奏していますので、あのこうやってあのこう、なんだろう、こう皆様の心の支えの一助になれればいいなということと、やっぱりこう自分は YouTube の活動とかしてますけども、うん、なんかこういう活動、そしてやっぱりこうやって今日あのお呼びいただいた活動、まあ、その今日こういう場に立たせていただいてますけども、まあ、こういうことをきっかけに、やっぱりその普段あのこうがんという病気を意識することがない生活を送ってらっしゃる方、皆様にもこう一度本当にあの国民病と言われていることですので、あの考えていただいて、そして一日一日をですね、まあ、お互いにあのやっぱりこう病気であるないに関わらず、人間ってあのいつまで、いつどういうふうにこう、いつまで生きられるかとかって分からないことだと思うんですよ。なので本当にあの僕も一人の人間として、あの何でしょう、あのやっぱり後悔なく悔いなくあの生きていこうというふうに、あの今日改めて実感しました。ありがとうございます。素敵なメッセージありがとうございました。あの第5回あやがんの医療と支援のあり方研究会学術集会の市民公開講座あやけんラジオを終了していきたいと思うんですけど、どうでした、この90分間。いや、もう本当にあの感動してしまって、音楽の力ってすごいなって思ったのと、多分今いろんなところで聴いてる人たちがいて、でも一緒にこの先ほどあの経験してくださった方と同じように、今日この時間を共にしたことが一人一人の心の中に残って、もし今治療してる人だったら、あの治療辛い時にあんな風なちょっと菊池さんの曲をベッドの中から聴いたな、治療終わって、あ、でもこうやって自分の時にはあまり支援はなかったかもしれないけれども、こうやって一緒に考えてくれる人たちがいるんだなというようなメッセージがあの少しでも伝わったかなというふうに、あの
菊池さんのピアノを通して思いました。いや本当にやっぱさまざま本当に今日のゲストの6名のお話もそうですし、菊池さんのお話もそうですし、本当にさまざまあるんですけども、あや世代っていうのはそのさまざまなことにそれぞれが課題があって、うん、ただそれらをみんな乗り越えようとしたりだとかね、その困難になるときに我々が少し手を差し伸べたりだとか、一緒に頑張っていこうっていったところができたりだとかね、できたらと思っておりますので、これからも引き続き、はい、ぜひ皆様の一緒に頑張っていければと思っております。これであやけん終了、あやけんラジオ終了です。ありがとうございました。